一倉博士は日本のコピーライター、作詞家である、群馬県渋川市出身。群馬県立渋川高等学校を経て、筑波大学第一学軍人文学類卒業。1977年、サントリーに入社。宣伝部制作室にコピーライターとして勤務する。参加の広告制作プロダクション、サンアドの中心的存在だった。 コピーライターの中畑隆の訓導を受け、1979年頃からオールドなどのコピーライティングに携わるようになる。後に1980年から1983年まで、同社が東京、大阪などの大都市を中心に展開したトワイライトキャンペーンでネーミング公案からキャンペーンのプランニングに携わり、その名を知られるようになる。 同社が社運をかけて送り出した、バクが100%を原料とした、ビール、モルツの発売広告、CM などの主要企画に携わった後、1987年、サントリー宣伝部を退社。前室の中畑に誘われる形で、中畑広告製作所に移籍。1989年には、日本猿の長老松が目を閉じて、 音楽を聴き入る様を映したソニーウォークマンの音が進化した。人はどうですかどこまで行ったら未来だろうのコピーで知名度を上昇させ、ここから人と科学の関係を中心にした広告で未開であった一層独自の世界観を確立させると、共に1990年には中畑広告制作所から独立、赤坂に自身のオフィス一層広告制作所を構え、 フリーのコピーライターとして活躍する。1990年から1994年にかけて全国紙で展開され、スティーブン・ホーキング、ロジャースベリー、フリーマン・ダイソン、デイビッド・グロス、イリア・プリゴジンなどの世界の知能の権威と呼ばれた科学者たちを登場させた NTT データ通信の企業広告でコピーを担当。大いに評判を呼んだ。その後も、 水野希や松島奈々子が CM に出演したことで知られる松下電工の綺麗なお姉さんは好きですかのテレビ CM や心に歌おうキャロダニー愛をのコピーとイタリア人アーティストジャンルイジ特化フォンドのシュールなイラストを用いたユナイテッドアローズのストアオープンキャンペーンに加え福原愛や早見もこみち沢尻エリカ 男齢などのタレントが中国へ飛んで生の中国の様子をハンディカメラで映しテレビでダイレクトに放送した ANA のライブ中国 ANA のテレビ CM といった有名キャンペーンに携わる一方で作詞家としても斉藤和義が2007年に発表したウェディングソングや同じく斉藤が2008年12月に発表した お疲れ様の国などの作詞を手掛けたりもしている。2010年以降は、母校筑波大学のスローガン、Imagine the Future や、メッセージソングの歌詞を提供したり、講義を行うなど、母校での活動にも携わっている。また、宣伝会議のコピーライター養成講座では、長年、講師を務めており、2017年には60周年、記念講座、 一層広告研究室を開催する。などたた数。ありがとうございます。